チャンネルこんにちは日本シリーズ終わったじゃないですかはいはい我々あっさりね四立ていやあれすごかったですそのちょっと強すぎませんか四立ての勢で僕日本仕事飛んでますけど第五戦と第七戦、解説予定だったんですけあら、第四戦で終わっちゃったはいはい 日本、日本いやね、ポストシーズン、ソフトバンクに勝ったの楽天だけですから。確かに、初戦であそこから10連勝でしたっけやばいっすね。すごいですよね。いや、強かったっすね。いやいや、もあ。あそこだからもし、勝ってたら、日本一逃げてたかもかじですね。いや、そうなんですよ。ソフトバンクずっと苦しめてたんですよど。ロッテなんてソフトバンクにダブルスコアで勝ち越してるんですよ、シーズンで言えば。 そう、めっちゃ相性良かったですよねドロップも出てたら日本一になってたのかなかもしれないですねまだ言い過ぎたらセリーグに酷いって言わますよいやいや、そんなことないそんなことないですよねそうです。楽天と巨人がやったらどうなるかわかんないわかんない、巨人が貼ってかもわかんないそうです、はい、すいませんあの日本シリーズが終わってなんかセリーグも DH を入れたらどうだみたいななんかちょっとなんか出てますね、話がそうですね、セリーグも DH かとかねあと原監督が言ってたりして いや僕はもういろんな方にリサーチして聞いてきたんですけど、はい、あのその人たちも言ってたんですけど「はい、セリーグプライドか DH がなかったらパ・リーグに勝たれへん」って「読まれプライドないんか?かっ」っていうのを、うん、そのセ・リーグの某球団の OB の方は言ってました。<ー> なるほどまあ確かに今まで DH なくても、はい、あの日本一になってる時だってあるわけですから,、ね、すから90年代はほぼセ・リーグの勝ってんですよ、うんはい、93年から2002年までの10年は8勝2敗でセ・リーグなんですよ、はいうん、でその2002年巨人が優勝してから2003年から逆にセ・リーグ3回しか勝ってないんですよ、はい、これは落合さんがテレビで言ってたんですけど、はい、DH は今始まったことじゃないっ,って。うん でもっとその勝っために DH が使われるパ・リーグ主体のとこと使われないセ・リーグをもっと考えて戦略立てればよかったんじゃないのかって落合さんは言ってたんですけど、はいまあ、の僕は、まあ、DH するんだったらするで、うん、正直どっちでもいいんですけど、うん、あどっちでもいいんだいや僕はね <laughs>、はい、別にしたきゃすればいいんじゃないのって思いますけどセ・リーグの人のプライドないンかって思うんですよ。うん、その90年代は DH が あったにもかかわらず、うん、セ・リーグはそれでもほぼ勝ってたわけですよ、はい、日本シリーズで。うん、で、その2003年以降がほぼパ・リーグがずっと勝ってきたんですけど、はい、だから別に、まあ、今だけのことかも分かんないですよね。うそうですよね、だか昔から別に変わってないわけですよね。そうそうで、今年ね、うん、あね、ソードバンクが勝って、はい、日本一が35勝、35勝で並んじゃったんですけど、うん、じゃあ、僕、メジャーどうなんやっていう。はい メジャーもナショナルリーグとアメリカンリーグで DH 制取ってるところと DH 制取ってないリーグがあるんですよね。うんはい、で、2000年以降のワールドシリーズ10勝9敗なんですよ。もし今年ナショナルズが勝ったら10、うんはい、10で7分ですよ。お<ー>だってもし DH の有無だけで強さ、弱さが決まるんだったら、はい、メジャーのワールドシリーズもそこ、うん、なってんじゃないのって思うんですよ。 そうですどっちかってるかもしれないですよねメジャーと日本で言ったら日本だけが勝てるんですよ。それって DH のあるないだけじゃないよねっていうそうですよねそもそもで僕はまあ前回のねパ・リーグは何で強いかというところでまあドラフトとか DH とかピッチャーがもっと打席で頑張ったほうがいいって言ってきましたけどまだあるんですよ。まだあったんですか 僕これはね、はい、僕の個人的な感想なんですけど、まあ、交流戦とかいろいろ戦ってきて、はい、あのこれは他の人にも聞いた時に賛同してもらえる声多かったんですけど、はい、あのパ・リーグの野球っていうのは。 大げさに言うと、スリーボールツーストライクで、はい、ストライクゾーンで勝負するんですよ。パ、はい、リーグのピッチャーっていうのは、はい、もう力と力の勝負で。フルカウントになってからああ<ょ>もう、うん、で、はい、変化球にしてもストレートにしても、ストライクゾーンで勝負するんですよ、ねはいで。セリーグの野球っていうのは、はい、スリーボールツーストライクで、ボール球で勝負するんですよ。 でですす何の違いがあるんですか要はパ・リーグっていうのは、うんはい、昔球場ね今ちょっとテラスとか、はい、ラグーンとかできてちょっと狭くなりつつありますけど、はい、球場広いとこしかなかったんでそんな反対方向とか、はい、簡単にホームラン打たれるような状況じゃなかったんですよ。はい、だから強いボールをストライクゾーン投げて、うん、打ち取っていくっていう力と力の勝負で、うん できたわけなんですよね。はい、でも逆にセリーグって狭い球場が多いんで、うん、打球上がったらホームランになってくるから、はい、もう低め低めに丁寧に、そのストライクからボールになる球を投げながら、丁寧にやっていかないと、すぐホームランになっていっちゃうんで、はい、そういったところの大きな違いが、ピッチャーの,この育て方の大きな違いになってきたんじゃないのかなっていう。はい、だから、セリーグの方が技巧派タイプが多いような気がするんですよ。はい、コントロールよく投げていくピッチャーの方が多いと思うんですよ。逆にパリーグって、 ねいけ、ドーン投げて、はい、もうストライクゾーンで勝負していくみたいな、はい、強い球投げていくていの、うん、その細かいコントロールより、力やっていうピッチャーの方が多いような気がするすなるほど、<は>あのー、マー君が日本シリーズの時にもう全部もうストレート、初、うん、球勝負でわーっていったような大谷とかダルビッシュとか、千賀とか、あ、はいはい、ー、則本とかもそうですね。そうそうそう アリハラとか、まあ、はい、もちろんその中、そのね、もう超一になってくればコントロールもいいですけど、はい、どちらかで言うと今年のね、日本シリーズのあの、ソードバンクの選手見てもらったらわかるんですけど、はい、あの、とにかく強い球投げていくっていうピッチャーが多いんですよね。はいうん、で、バッターは広いじゃないですか。はいうん しっかり振るぞーっていう。はい、そうだと入んないんで。うん、ホームランに。そのしっかり強く振っていくっていう、その力と力の対決がパリーグには多かったんじゃないのかなっていう。はあ、逆に、あの、セリーグはテクニカルな部分多いですよ。はい、クイックしっかりしたりとか、うん、そういう、その、細かい野球ができるのがセリーグの強みなんですけど、うん、それが、その、パワーに、普通重力5を制って言われるんですけど、はい、5の方が勢い増してきてるんですよ。それがパリーグの強さにつながってんじゃないのかなと。えー へえ。って僕は個人的に思うんですよね。技巧派はそれじゃ勝てないんですかパワーには。野球、今の野球界はちょっと勝ててないですね。マンボリするのってパリーグの方が多くないですか、はい、今宮選手ともあんなね、ドワーってめっちゃ振るじゃないですか、えー。小柄なのに、バーンってね。それぐらい振んないと入んないんですよ。うん、で、ピッチャーもストライクゾーンで勝負できないやつは一軍で投げれなくなるんですよ。うん、ストライクゾーンの中で勝負できるように練習から取り組みますよね。うん、はい。だから強い力、球が。 身についたりとか、うん、そういうふうになっていって、うん、ちょっとずつ力の差がこう出てきてんのかなっていう分析します、僕は。交流戦戦ってた時に、ボール球振らせないようにしないとって思ったのが、セ・リーグ体対戦いて、はい、セ・リーグの時はうまくかわされないようにしないとって思うんですよ。うんはい、パ・リーグの時は力負けしないようにしないとっていう。は、変えるんですね、そこで意識を。力強くくるんで。へぇー。そういったところが、結局、力の差になって、選手たちが、こう、力が出てきてんのかなっていうふうな、ん。 感じもするし、えー、それに賛同してもらったブラキュー関係者の人もいるんで、うん、あ、まあ僕だけじゃないんだなってそう思ってるのは強いう。そう,いう考え方もあるわけですね。はい、えでえ、でも DH 制がこれからセリーグに来ることってあるんですかねでもそれだけじゃ根本的に変わんないんですよね、多分。うん、DH とかだけじゃなくて。はい。で、またソードバンクはここ数年3連覇してるじゃないですか。はい、なると、その強いチームに、 勝っていかなきゃいけないですね。うん、パリーグの選手たちは。はい、そうなると強いチームに引っ張られていきますよね。うんうん、で、能力が全体的に上がっていくっていうのもあるんで、はい、セリーグももっと、その、全体的にグワっていかないと、リーグ自体で強くなっていかないと、はい、やっぱりソフトバンクとかセーブとか豪快じゃないですか。はいす 確かに、は豪快ですね。確かに、そうだな、はいい。いい悪いはベストしてね。はい。はい、何がいいか悪いかはベストして、豪快じゃないですか。はい。はい、じゃあ、セリーグの6球団で、豪快なチームってどこって言われたときに、ね。確かに、イメージないなまあ、ベイスターズかなぁ、ぐらいっすよね。まあ、ヤクルト打線いいかなぁ、みたいな。でも、豪快かって言われると。確かに、そういうイメージはないですね。でもせ、セブ、うん、豪快ってたいなけどね。ぶつ <laughs> ガーンって感じですね。うん。 あなるほどなぁ。宮本慎也さんとかも話になったことあるんですけど、パリーグの野球って雑やわって、慎也さんとかには見えるらしいんですよ。はい。でも結局それ力で勝てるんですよ。僕とかはセリーグ経験してないんで、そ緻密さが、そんなあんまりスッて入ってこなすよそうなんですよね。セリーグは、まあ雑じゃなくて、なんか丁寧に繊細で緻密なんですけど、それが力によって全部超えられてきてるんですよ。 僕、<何>パリーグしか経験してない人のコーチを呼ぶのも一つ出ちゃうかっていう、はいはい、雑な感じのパワフルでみたいなその豪快な人を呼ぶとかね、うん、コーチの。ちょっとイズムの違う選手だった人を呼,呼ぶとか <laughs>、はあ。でもそこまで知って,ってもいいのかなとは思いますよね。<laughs> ああそうですね。また、ためには変えてみるっていうのもありですよね。あとはね、うん、この流れで言いますけどね、はい、名古屋ドームも なんか、ラッキーゾーン作るとかっていう話が出てくるじゃないですか。はいええ、僕はもうあのラッキーゾーンとかテラスにも大反対してるんですよ。<場>狭くなってくるじゃないですか。はい、僕、あれに日本プロ野球界の未来を案じてます。福岡もそうですし、はい、仙台も。昔はラッキーゾーンなかったわけですよね。はい、でもそれでもみんなホームラン打ってたわけですよ。はい 松中さんにしても、国語さんにしても、城島にしても、柴原さんとかにしても、井口さんとかでも、あの広い福岡ドームで、反対方向とかにもホームランを打ってたわけですよ。で、仙台もラッキーゾーンできる前に山崎武さんホームランを打ったりとか、あの、打つ人は打ってたんですよね。はい、でじゃあそこの球場で、なんでホームランが少なくなってたのかは、もう二つの仮説の僕、どっちかやと思うんですよ。そう。なんですか一つは、ピッチャーの能力が、 昔より著しく成長して上がった<ー>もしくは、はい、打者の能力が下が下ほあなるほどだって入ってるのが入んなくなるんでしょこの2つしかないと思うんですよでも打者の質が下がるってあるんですかね いや僕はそっちちゃうかって思ってるんですよ。はい、バッターの能力が下がってるからホームラン打てない。うん、じゃあその能力下がってる人たちに合わせてラッキーゾーン作ってホームを狭くしましょう。うん、それでいいのっていう。人間の能力って、はい。あの、OK ノルマ下げたら能力上がんなくなるんですよ。はい、そんなちょろってやっただけで入るんだったら、うん、それでいいと思うじゃないですか。でそうなってくると、小さい野球になってくるんですよ。はい。 だって今までだったら1 0 5ルぐらい打たないと入らないかったのが、うん、95打てば入るようになってくるとそうかそう95入る目標でいいわけですよ、はい、あだからこれぐらいで入るんだったらこれぐらいでいいや、うんなるじゃないですかそうなると世界で戦える強打者が減ってくるんちゃうかっていう懸念があるんですよ、はいはい、未来に向けて。うんはい、僕は球場を狭くすることよりも、うん 逆にどうやったらホームランになるかを、うん、もっと教えたり練習した方がいいんちゃうかって思うんですよ。うん、いや、本当それだったらやっぱ DH 制もそうですし、球場もそうですし、何でもかんでもこう変えていけばいいってもんじゃないですね。ねそうなんですよ。その、うん、なんか、ダメやから、どうやって改善して良くなっていくかの方が大事だと思うんですよ。選手自体がどう良くなっていくかっていうことですね。そうそうそう。仕組みを変えるより、うん、中身変えないと、うん、って思うんですけど、うん、皆さんがどう思うかっすよね。いや、でも、本当思うのは、 いう豊かさんでこう、結構変えていこうっていう方だけど、外崎さんはやっぱ変えずに、今のままで頑張るんやって、ちょっと本当にあれなんですね、ああ結構、ね、ちょっと、ちょっと保守的でしょ。はい、でも僕は、そんなことよりも、その、レベルの下がった人に合わせるより、はい、その高い位置に向けてみんな成長していこうやっていう、はい。名古屋ドーム、確かに広いよ。はい。でも、強かったとき、うん、森野とかも和田さんとか、うん 外国人もそうですけど、はい、ホームラン売ってたよんっていう。はい、みんな。うん、今あの佐藤さんがあの僕保守的でしょ。うん、あ保守だったからですかって、うん、やっと思って締めようとしたんですよ。<laughs> 続いちゃった。<laughs> 言ってくださいよ。だから僕はもうあの物事を変えるよりも、はい、まず選手の頑張りを頑張れるまで頑張った上、うん、もうちょっと考えたいですよね。はい、僕何気に保守的ですからね。保守だけに。 僕あの本出したんですよ。え、そうですか。です。あのまあ佐藤さんチャンネルの方ですね。エモさんと二人で共同でですか。はい。野球の正論って。はい。僕ら事実しか言いませんので。はい。この一冊で球界のヤバい部分が見えてくるっていう10月26日読売書店から発売。目次とか見ていいですか。はい。目次。は目次くださ プロ野球は楽な方向に流れていないか。うん、ああ、なんか物申してそうですねな。なるほど。ああ、指導者は辛いよ。<laughs> <laughs> もう引退すべきだよ。まるまるは。やばくないですか、これ。いや、めっちゃ突っ込んで、エモスさんと二人で喋ってますから。いいんですか。こんなこと書いて。いいんです。はい。わあ。エモスさん、ちなみに、僕のお父さんと同い年なんですよ。へえ。 昭和22年生まれなんで八重本さん若いですねめちゃくちゃ若いししかもめちゃくちゃ勉強してるんで、はい、新しいことにもついてきてますし、うんうん、なんかすごい勉強になることあります皆さんこの YouTube を見つつ、はい、こっちも読んでいただければ、はいはいはい、ぜひ買ってください